どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。本日は、醤油図10分切れ負けにチャレンジしています。本局は、相中飛車という形で、お互い中飛車のね、指し方となりました。終盤も面白いんですが、終盤が本当に白熱していて、絶対最後まで見てください。それでは、どうぞ。あなたが先手です。さあ、よろしくお願いします。先手番となりました。さあ、どうしよう。初手58飛車で行ってみようか。58飛車はエフェクト出ないですね。相手の方が、あ、中飛車ですか。相中飛車の戦型ですね。いとしん TV でもたまに出てくる指し方ですよね。相中飛車。相手の方は、銀を、6、4に出てきましたか。6、6、銀とね、して、6、4、銀と、銀が対抗の形にします。もう一度2八玉と寄るか、一回7七角上がりましょうかね。7七角と上がって、2八玉と寄っていくと。相手の方は美濃囲いの形ですね。じゃあこちらも美濃囲いにしましょうか。片美濃囲い。さあ、1四歩とついてきました。どうしようかな。受けずに8六歩とついて、8筋に展開して、8筋の歩を交換していく狙いにしましょうか。はい、8八飛車と向かい飛車に振り直します。相手の方4四角から3三桂手慣れてる感じがしますよね。さあ、ここです。8五飛車と引く手は一つありますね。2五桂に対して同飛車を取ることができると。ただすぐには桂馬を跳ねずに、2四歩と一回ついてから2五桂なんていう手が狙いでしょうか。あるいは、8六飛車と引いておいて7五銀を目指す手もあるんですが、7七角成同桂、9五角の筋が気になるかな。いや、どうするべきなんでしょうか。難しいところだ。あ、8五飛車と引いてしまうと、後で5つの攻防でね、香車を取られて、8四香みたいなことがあるかもしれませんね。いや、どうしよう、迷う。ここは迷いますね。8五飛車から4五飛車みたいな筋もあるかな。8五飛車、2四歩、5八金左、2五桂、4五飛車みたいな感じもありますかね。それで行ってみようかな。残り7分53秒ですね。香車を浮いてきた。あ、これは1二飛車から5筋突破を狙った狙いですね。さあ、一回5八金左が普通ではあるのですが、そうしようかな。あるいは4六歩もあるかな。4六歩、1二飛車、4五歩、3五角か。難しいところですな。ちょっと主勢に回ってしまったんで、面白くない展開になってしまったかもしれない。どうしよう。一回5八金左ですかね。7分か。香車交換怖いんですよね。ここに香車打たれますからね。どうしよう。金上がろうかな、一回。金上がりましょうか。美濃囲い。美濃囲い。さあ、ここだ。6五銀と銀をぶつけていきましょうかね。あるいは7五銀もあるか。6五銀とどうなるのかな。
5三銀引きますかね。5三銀引いて角を交換して、同銀には5四銀。4四同歩には4三角か。こちらにぶつけていこうかな。ぶつけてみよう。ちょっともうね、戦い避けられそうにないんで、先手を打ちましたね。これが吉と出るか凶と出るかですが、桂馬跳ねてきた。なるほど。いやー、いろんな駒ぶつかってますね。6四銀か、4四角か。いやー、どうなんだろう、これ。取る。あ、取る取る。4四角、同歩、6四銀、1七桂成。あ、それで行こう。それで行きましょう。これ1七桂成、この瞬間は同角取れますから、同歩の一手ですね。で、あ、5四銀もあるのか。いや、5四銀もあるな。悩ましい。悩ましいけど、こっちを取る。この辺はもう勘ですね。勝負師の勘だ。同玉もあるけどな。同玉、1六玉、引く、1七歩成。あれれ、どっちがいいんだろう。同桂もあるな。同桂は1六ついてくるかな。迷うな。迷っちゃいますね。どこ玉かな。5分。いやー、迷いますね、これは。同香かな。どれも普通に見えますね。同桂は1六か。同香は6四歩ですよね。ここに5三桂っていう筋あるんですけどね。それが間に合うのかどうかがちょっとわからないんですよ。同香かな。角こうな、同香6四歩、2一角、1一飛車、4三角成みたいな時にどうか。あるいは5四角成みたいな時にどうか。いやー、難しいところだな、これ。ひょいひょい。桂馬打つ。いやー、どうなんだ。わからない。香車で行こう。手抜いて1六歩もあるな、これ。そっちか。角打って歩を取ると、あ、歩がないのか。あれれ。難しいぞ、これは。角打って、ひょいひょいか。どうなんだろう。難しいところだ。金打って、いや、こっちもね、見ないといけないんでね。左辺も見ないといけないんで。桂もあるけど、ちょっと筋悪い感じがするんですよね。2一角で行こうか。いや、苦しいかもしれないな、ちょっと。ちょっぴり苦しいかもしれない。6三角成でやっていく。1六同香同香に8四歩と打って、勝負を仕掛けていきたい。8四歩同歩、8三歩同玉、7五桂かな。7五桂で、はい。9五桂か。9五桂、9四玉、寄せは ?8 三は同銀。8三は同銀、8四飛車同玉で詰みがあればいいけど、詰まないか。金打って、よく寄って銀、詰まないか。詰まないんだ。とりあえず叩くか。叩いて叩いて、叩いて叩いていくか。やってみよう。どうなるんだろう。こちらは ?4 八銀の筋は大丈夫か。同金上がるで。1八香なら3九玉と引いておく。一応この3九玉から4八玉の脱走経路がね、空いてますので、多分8四同歩だと思うんですよ。8四同歩に8三歩で同銀は6一馬と金が取れば、金取れますからね。で、叩いていって、同玉で、どうなんだというとこなんですけど、桂馬打って、寄らないのこれ。寄らないのかな。単に飛車逃げる手もあるな。飛車を逃げるようで負けか。飛車逃げようかな。2分30秒。いや、迷いますね、これ。桂馬打って玉上がる。ちょっと焦っちゃいますね、この展開は。焦ります。巻きって、捕まらないか。
いやー厳しいな、厳しい戦いだな。どっちかな、わかんないな。逃げよう。逃げるんじゃ負けかもしれないけど、5二金左とかやってくるんですかね。どうだろうか。ちょっとチャンスがあったかもしれないけど見えませんでしたね。8四同士、8三歩、6四飛車の筋もあったのかな。いや2分03秒か、2分3秒はちょっと余裕ないな。次は7五桂とか9五桂とかっていう感じで寄せを狙っていきます。寄るか分かんないけどね。もうあとはまあ2、3飛車成りも一応狙いとしてありますね。香車か、あ強い手だなこれ。桂馬か、しょうがないな、これは桂馬しかないな。飛車詰まされましたね、ついに。いやギリギリだ。玉上がった時に桂跳ねるのかなこれ。ギリギリだな。面白いですね、面白い展開。6一馬同銀で寄せはないのか。6一馬同銀、いやーどうなんだ。取る取る取るか、銀で玉で香車で合駒で取って同玉で金、あれれわからん。やってみようかな。どっち先だろう、どっちが先なんだろうか。さあ切るか、寄るか分かんない。見切り発車です。同銀で8三銀で8五玉で2四飛車か、やると8五玉しかなくて、8七金が一回詰めろ、8七金が一回詰めろなんだけど、こっちの玉は詰まない。金打った時に何で受けるのかな、それが問題ですね。1分、いやーどうなんだ、怖いな。香車取る、香車取る手もあるけど受けられる展開が気になる。うわーどうなんだ、香車取ろうかな。いや金でいこう、意を決して金でいこう。次に77桂、9五玉、9六というね、ギリギリ詰む形ですね。どうなんだ、いや本当にわからない。香車をなって3九玉に5七角みたいな筋もあるんでね、お互い危険な状況なんですよ。8六銀じゃ7七桂同銀なり同金と取って、あこれですね、はい桂馬を跳ねて取って取った手がちょっと受けづらいんじゃないかと見たんですが、どうでしょう。同銀同銀ならず同金、8六銀と9六銀とね2つの狙いがあるんで、これ取りますね。角角桂とね、受けに適しない駒なんですよ。この辺ちょっと受けづらいんですよね、ここ2つがね。飛車を取ってる間に詰ましてしまおうという狙いです。さあどうだろう、あなってきた。詰みはないと思うんだけど、2九成桂かな。ちょっと王手ラッシュ怖いですね、32秒なんで。詰みはないんだけど王手ラッシュが怖い。30秒。いやーちょっと今日マウスなんでね、最後怖いな、間に合うか。大手ラッシュが嫌だ、逃げよう。角打ったら逃げます。いや時間がギリギリだ、29秒。これ逃げますね。
これ取られても、桂馬取られても銀で詰みですからね。どうしたでもいいのか。王手は4八角成しかないですからね。ここにもう、マウスを置いておこう。取れるように。受けはないな。受けは、7四桂や9四桂の受けには、9六銀がありますからね。9六の地点を受けても8六銀があるということで、必死がかかっております。気になるのは時間だけですね。大丈夫か。いい駒組みでしたね。いい駒組みだったのかわからないけど、ありがとうございます。いやー、最後危なかったな。それでは解説の方やっていきたいと思います。現在、相手の方が4四角とね、端を睨んできた局面です。ここから、8八飛車とね、回っていきました。現在、飛車角銀、飛車角銀と、お互い3枚の駒で、5五の地点守ってますので、5五歩と先に行ってしまうと、枚数で負けてしまいます。ということで、8筋飛車を展開していきました。ここで3三桂と跳ねて、角、桂、香、あと、5二の飛車をね、使って、5つを狙ってくる攻めで、非常に破壊力のある攻めですね。で、実戦は8四歩と突いて、飛車先の歩を交換していきました。ここは、8八飛車や8六飛車という手も有力なんですけれども、意欲的に8五飛車と引きましたね。2五桂には、この瞬間は同飛車がありますね。ということで、相手の方は、1三香と、香車を上がって、1二飛車の筋を狙ってくるということですね。で、5八金左に、1二飛車と回って、まあ、次に手をこまねいていますと、2四歩から2五桂、1七桂成みたいな筋が狙いとなっております。実戦は、6五銀と銀をぶつけていって、局面の打開を図っていきましたね。角がぶつかっていますし、銀がぶつかっているので、もう戦いを免れることはできませんね。実戦は2五桂と跳ねてきて、1七桂成からの攻めを狙ってきましたね。飛車の横利きが消えた瞬間なので、こちらも嫌なところではあります。実戦は4四角と角を交換してから6四銀と取りました。単純に同歩と取りますと2五飛車と桂馬を取れて、これは先手がこちらがね、優勢になりますので、桂馬を成り、捨ててきてから銀を取ってきましたね。このあたりはね、先に桂馬を得してるんですけど、まあ、一筋に傷を抱えてますので、互角に近いのかなと思います。次に1六歩から同香同香、1七歩、同香成同桂1六歩のような感じで、まあ、端を攻めつけられてしまうと、駒得、駒損はないんですけれども、この2九の桂馬と1九の香、2一の桂馬と1一香の交換になるので、その展開は、こちらの守りが弱体化しますからね。形勢不利となります。ということで、少しでもポイントを稼ぎたい局面ですね。2一角と打って、角を成ってという感じですね。まあ、非常に難解な中盤戦だと思います。それでは次の局面に行きたいと思います。はい、数手進みまして、今8三歩に同玉と取った局面ですね。ここで9五桂から寄せに行きたいんですが、9四玉とかわされた時に、あと一歩が足りないですかね。6一馬には同銀、8三銀、8五玉としまして、金1枚では相手の玉を捕まえることはできません。ということで、2五飛車と1回逃げました。ここで、9二玉とか、5二金左とかね、いくつか受けの指し方はあったかと思います。9二玉に対しては、2一飛車成となっていく感じですかね。2一飛車成から、2二竜を目指していくと。5二金左に対しては、一度7五桂と打ちまして、9二玉に4四馬のような感じですかね。飛車取りになります。このあたりはいくつか相手の方も指し手がありましたので、迷われたかなと思いますね。実戦は2四香と飛車を詰ましてきたんですけど、これはこちらも一応読み筋で、7五桂と打っていきましたね。まあ、9五桂もあるんですけど、どうなのかな。7四玉と逃げまして、7五飛車には6三玉ですか。捕まえきれないとね、負けなんでね。ここはまあ7五桂と打ちましたね。8
8二玉と下に逃げると6一馬同銀8三銀と打ちまして、7一玉に6三桂成とすれば受けが難しいですかね。はい、一回まあ1二飛車もあるんですけど、1五飛車なんていう手が来ますかね。はい、同飛車には7二、8二金ですね。8二金取って詰みということで、まあ上に逃げてくるしかないですね。実戦は7四玉と逃げて取って8三銀で、まあ相手の方の玉形も危険な状況になりましたね。上に逃げて詰みはないんですね。9六金に対しては7六玉ですし、6三桂成に対しては1回2五香と飛車を取られますので、やはり詰みはないということで8七金と縛りました。2五香に対しては7七桂9五玉9六とついて詰みです。実戦は8六金と打ったんですが、8六角とか打たれた方がね嫌だったんですね。8六角と打って7七桂同角成同金の形が、詰めろではないんでね、結構嫌だったんですけれども、2五香9六角9五玉4一角成と金を取れば必死になりますので、こちらの玉が詰まなければ勝ちという局面ですね。3九玉から4八玉と逃げる手があるんで詰まない気がしますね。はい、一応この角を打たれた方が嫌でしたね。実戦は銀を打ってきたので7七桂同銀ならず同金が、次に8六銀と9六銀のね2つの筋を受けることは不可能なので必死となりましたね。必死というのは次にね8六銀や9六銀と詰ます筋があるんですけれども、受けることができない、まあ、詰めろの最上級のような形ですね。詰めろは受ける形があるんですけど、必死は受ける形がないんですね。ですのでこちらの玉が詰まなければもう勝ちということで、必死はね狙っていきたいですね終盤では。はい、で実戦は、まあ、1八香成からね攻めてきたんですけれども、詰みはなくてこちら勝ちとなりました。いやー、中盤終盤がね難しくて本当に冷や汗をかきましたね。いや、大変いい内容だったと思います。本日もありがとうございました。また見てください。いとしん TV、 グッドボタンとチャンネル登録お願いします。